今日は久々の遠征だ、みんな。いや、長野のスキー場に行くぞ。準備はいいかね？行くぞ！ Here we go！ さあ、ずっとこの117号をね、走ってきましたけども、ここで右折します。こっから、一気に山へ入っていきます。あ、上越方面なんだね。私たちが今夜目指しているのは、マダラオ高原スキー場です。一年ぶり。突然、雪深い峠道に、いざなわれました。私はこんなつるりんちょな雪道を運転したくありません。それにしたって、すげえ道だな、これ。はい、マダラオ到着。マダラオエリア到着。あ、なんか幻想的。すごいね。今日ちょっとほら、早めに着いたからライトアップも残ってて。あ、すごいじゃん。やっぱマダラオペンション街だね。あれ？ロマンティック。ロマンティック。本当だ、超ロマンティック。何ここ？ロマンティックが止まらない。リゾート、リゾート。何ここ？やっぱ見て、ロマンティック。何ここ、待って、ここだったね。うわ、ロマンティック。なんかおとぎの国みたいな。ロマンティック。誰かロマンティック止めて、ロマンティック。さあ、到着しました。第7駐車場が日帰り駐車場で車中泊ができます。トイレがね、あの正面。今夜はこちら第7駐車場で止めさせていただきます。お世話になります。時刻は10時半。湯沢の家から高速道路一切使わず、わずか2時間でこんな雪深いところまで来れちゃいました。今夜はマダラオ。さて、妻。はい。お疲れ様でした。お疲れ様。おつまみでも食べながら、ゆっくり過ごしましょうか、はい。やっぱこのスポット、この程度の明かりがあれば、おしゃべりする夜には十分です。はいよ。というわけで、今夜はもうおつまみしながら、寝ましょう。明日はマダラオスキー。グナイ。今朝は、マダラオ高原スキー場の駐車場で目が覚めました。今夜はここにはね、3、4台かな、車中泊できているスキーやスノーボーダーの人たちがいます。今日も恵みの降雪あり、パウダー確定しました。さあ、チビたちを起こして早速準備するぞ。 Here we go。 ジョバジャーン、起きろー、パウダーだ。青、おい、起きろ。パウダーだ、パウダー。滑り行くぞ。コタリー、パウダーだ。起きろー、お腹ー。よし、起きた、おい。おはよう。Good morning。これは、駐車場の目の前にございます。覚えてる？去年も来たの。うん。いや、こちらがトイレ。レッツラゴー。危ない、パウダー。YouTube。ふーちゃん、また会っちゃいました。嬉しい。今日はさて、いつまでですか？今日だけ。明日、野沢行って、ユーザーに。ファミリーで。あれで、そうそうそう。いいね。楽しんでください。ハバナイスパウダー、ふーちゃん。ありがとうございます。ふー TV。YouTube。よーし。マダラオ。オープン。オープン、オープン。4番目。なんで3番目だよ。3番目か。よいしょー。オーライ。マダラオ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 。今日もパウダーゲットするぞ、みんな。イエーイ。うふー。ありがとうございました。ヤッホー。ツリー、グッドリー。よいしょ、森の冒険行くぞ。ヤッホー。あ、お尻つかないようにな。よし、父ちゃんについてこい。
ヤッホー、イエイヤホー、食べるの、ヤッホー、イエーイ、森の冒険成功、森の冒険大成功、ヤッホー、よし、いいよ、行って。ファーストパウダー、俺たちファーストパウダーゲットだぜ。さあ君たちよ、クリスタルボールへようこそ。待て、どんなの最初違うよ、ちょっと難しいぞ。みんな頑張る、うん、ゆっくり来てな。さあみんな、クリスタルボールへようこそ。くれぐれも木にぶつからないようにスピードを出さないでいきます。いいですか、父ちゃんについてきてください。せーの、パウダー、パウダー、よし、これは変な開いてる、ヤッホー、頑張れ、自由に滑って、ほい、パウダー、ヤッホー、ヤッホー、いいぞ小鳥、いいぞ青い、難しいぞ今日のパウダーは。おっとっと、小鳥さん、ナイスパウダー、はい、クリスタルボール、うん、ヤッホー、ヤッホー、パウダー、ヤッホー、ウッホー、ここまで来ていいよ。アスミもう来れない。あー、よーし、おー来た来た、ここ広くていいだろ。ウッホー、あ、もうゴールだ、イエーイ、ここでおしまい、クリスタルボール、コト、ヤッホー、いいよ、行って行って、パウダーの森の冒険、やったね、青、うん、いやー、いいパウダーですね、小鳥さん、うん、やっぱり森の冒険にパウダーはつきものだね、うん、もう一丁行くぞ、森の冒険、はい、 Here we go、 Here we go、 いやー、やばいぞ、この振り、これは雪の女王が俺たちに微笑んだ。小鳥さん、はい、私たちは雪の女王から愛されてます。パウダー行くぞ、見つけたぞ、釣り、父ちゃんについてこい、ヤッホー、ヤッホー、あー、釣りだ、さあ来い、ヤッホー、ヤッホー、イエーイ、イエーイ、ファーストじゃない、よし、青いぞ、先行って、ナイス、ゴーゴー、ウッ、ウッフー、ゴーゴー、どんどん行け、どんどん行け、よし、ことにもゴーゴー、行け、フッフー、ウッフー、ウッフー、パウダー、ウッホー、サワだ、サワ、ウッホー、イエー、ウッホー、カモン、壁、イエーイ、イエイエイエイ、どんどん行っていいよ。
届いてない？大丈夫？手を貸せ、手しっかり掴まれ、せーの、よくいしょ。サンキューは？サンキューベリーマッチ。You're welcome。 さあ、続いてこい。ヤッホー。そこでストップね。あそこで歩いてるからさ。青いさん、スーパーパウダー？イエス。おりゃ。最後はちょっと登ります。最後はちょっと登ります。青はコースの中を滑るのとツリー行くのどっちが好き？ツリー。君は森の冒険が好き？うん。Yeah。 お、いいとこ見っけ。こっちまでおいで。さあ、次も沢行くぞ。ちょっとね、雪が薄いから絶対スピード出さないで。よーし、行くぞ。森の冒険だ。ちょっと難しい。オーライ、まだ見て、いいパウダー発見。ドゥドゥドゥ。あ、いいぞいいぞ。ここはいいパウダーだ。おお。はい、キッズ。やっほー、母ちゃん。イエーイ。イエーイ。おっとおっと。人発見。小鳥さん、全体的にどんくさい？そういう父ちゃんが嫌いだ。よし、奥から行くぞ。はい、よし、パイプだ。オッケー。よし、いいか。壁いっぱいだからね。壁全部当てていくよ。ナイス、本当にナイス。そうそう、まっすぐトラバース、トラバース。よーし、いいね、広いバーンだ。うわー、いっぱいいるな。おっと、青い選手。イエーイ、青、かっこいい。ヒュッフー。いいね、ちょっと人いっぱいいるから一回止まれ。オーケー、ナイスナイス。ヤッホー、コスリー、ナイスパウダー。よいしょ。ジャーマヨ丼とかある？あっち行こうか、ね、お、オスだった。こんにちは。よし、ここに決めた。さあ、今日のランチは定食屋さん。いい雰囲気、最高。休みましょう。パウダー食いすぎたぜ。これがチャーマヨ丼だ。いただきます。唐揚げカレーからの小鳥。チャーマヨ丼を青に取られたので、俺もいただきます。美味しいね。今日のランチはここでした。ウエストバレー。さあ、小鳥さん、はい、午後の2ラウンド目いきましょうか。あ、私たちはスーパースキーヤーだ。私たちはスーパースノーボーダーだ。
わあ。わあ。葵さん、ここは上級者コースですけど大丈夫ですか、あなた。わかんない。大丈夫と言え。あ、お一人乗り乗ったことあるよ。そうだね。よし、行け。お願いします。青、しっかり捕まってろ。落っこちたら死ぬぞ。マダラオピーク1350、そんなに高くはない。去年お前が板をなくした沢がここだ。デデン。そうだ、トンネル、トンネル。おっと、板どこ行った。これが葵が板をなくした沢です。さあ、では次はファミリーアドベンチャーコース、ラビットコースへ行きたいと思います。これはスキー場が家族でも入れるツリーランを用意してくれてるのがマダラオスキー場の特徴です。今回はまずはラビットコースね、行ってみましょう。君はラビットかい。ことはね、遅い。さあ、ラビットコースへようこそ、小鳥さん。青、ラビットコース、ゴー。カモン。いいよいいよ、行っていいよ。ラビットコース最高。コースにみんなファミリーアドベンチャー。どうやった、今度行こうじゃん。油断して二人で転びました。え、小鳥さん、はい、板が見つかってよかったね。今転んだ反動で板が雪の中に埋まってしまい、捜索すること15分。あー、悪夢が再来するかと思ったよ。ああ、びっくりした。去年の葵の悪夢、再びかと思って、びっくりしちゃった。大丈夫だったね。大丈夫です。OK。それじゃあ、カモシカコース、ヒミゴヒミゴ。カモシカは怖いね。カモシカは怖いね。ふぅ。小鳥頑張れ。すごいね。見た、地獄。お父ちゃん、ベアコースは？ベアコース。さあ、小鳥さん、ベアコースへようこそ。アドベンチャー行きましょう。え、死。クマ寝てるから死ね。ここはクマが寝てますよ。よし。じゃあ、小鳥葵、自由に行っていいよ。これはこっちから行く。イエーイ。小
ですか。雰囲気台無しだな、このエナミス。おしゃれなレストランなのに。休憩じゃ、休憩じゃ。広い。いやー、休憩、休憩。もう疲れちゃったよ。もうバッテリーが、予備のバッテリーもなくなりそうなので、今日の撮影はこの辺までになると思います。行ってらっしゃい。時刻は3時。滑り終わりまして、ここか今から温泉に行きたいと思います。野沢温泉方面に向かいましょう。すみさん、僕たちはずっと雪を追いかけますね。そうですね、雪を追いかけて20年。雪がなかった冬ってないよね、一回もね。ないね。あー、この道好き。あったかいね。そうだね。おいさん、久しぶりに来ました、マグセ温泉。ここはなんと露天風呂ねしかないんです。そしてこの雪の中を歩いてお風呂に向かいます。じゃあね、いいお湯を。ばよいしょ。よーし、着いた男優。さあ撮影はここまでです。お風呂行ってきます。いいお湯だった、疲れが取れた。注意点は、露天風呂は洗い場がないのでシャンプーとかできません。なので洗いたい人は内湯で洗って、それからもう一回野天風呂。マグセ温泉望郷の湯、最高でしょ。どうでしたか、芯からポッカポカ。いいお湯だった、いいお湯だった、いいお湯だった。最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。せーの、アデュー。